こんにちは、実験室の直子です。この収録の前日、すごい嵐だったんですよ。このオレゴンで夏の終わり、夏ですかね、にこんな嵐が来ることってめったにないんですけれども、木が多いのですごいことになってます。この辺りには松や杉の木が多くて、背がとても高いんですね。そして枝も大きいんです。このように杉ぼっくりが落ちてきた時には、杉の花粉なんかも一緒に落ちてきますので、花粉症なんかの方にはとても辛いんですね。嘆いてばかりいても仕方がないので、楽しいこと始めましょうか。Thank you.